全国のポケモントレーナーの諸君、元気にしてるかな。わしの名前はアーキドジャー。ということで今回は、先日黒馬バドリックスとヒスイヌメルゴンの構築の動画を上げたんじゃが、やっぱり鋼ドラゴン、この複合タイプにランドロスを合わせることがすごく強いというのが、個人的にね、さらに確信を得ることができて、まあ、ヒスイヌメルゴンよりそれを上回る強さの伝説ポケモンをぶち込めばもう強いでしょうということで、今回はディアルガを使っていくんじゃが、まあディアルガさんね、ヒスイヌメルゴンでいいとかブリジュラスでいいとか結構言われてますが、正直オリジンの方は持ち物が固定されるので、まあちょっと使いづらいかなと思っていて、それだったら通常のディアルガに突撃チョッキを持たせた方が強いじゃろということで、突撃チョッキディアルガにさせていただきました。まあテラスタイプは飛行でオリジンの時に使ったまんまじゃな。で、技構成も同じです。流星群ラスターカノン、第一の力メタルバースト、特性プレッシャーで、努力値が HC ぶっぱとなっております。で、なんでディアルガなんですかっていう、まあお話なんですけど、ヒスイヌメルゴンとランドロスを組み合わせるのは強いと。ただそこにもう一体ポケモンを入れたいっていうね、水タイプであったりとか、まあそこら辺でこう相性補完を回していきたいんじゃが、やっぱ黒馬バドレックスとか入れちまってたんで、先日のパーティーはね。それだったら、黒馬バドレックスの枠をディアルガっていうクソ型伝説ポケモンにして、ランドロスとディアルガの相性補完を取りつつ、3体目を相手に合わせて自由に決められた方が強いじゃろうということで、ディアルガ使うことに決めました。まあでも言うて突撃チョッキ持たせたディアルガはカチコチポケモンになること間違いなしじゃから、まあ対面構築とか、その最近の伝説ポケモンの主流である、まあ全抜き構築的な感じではなく、ディアルガとランドロス、そしてもう一体相手の構築に合わせて選出した3体でぐるぐる回して勝利を目指していくっていう感じになるんじゃないかな。さあ果たしてディアルガさん、ヒスイヌメルゴンでいい、ブリジュラスでいい、そんなボロクソに言われてるおめえを返上することができるんでしょうか。早速ランクバトルやっていくぞ。ピッピカチュー。マッチングいたしました。相手が白馬バドレックス、ドーヘイラッシャカイリュウウーラオスメタモンということで、よろしくお願いします。まあそうじゃな、ガンテツ先発投げます。ただウーラオスが先発出てきた場合、ディアルガに引いてっていう動きか、トンボして、でヘイラッシャーが出てくるとは限らないから、ゴチルゼル投げづらいけれども、まあ先発ガンテツ、裏ディアルガで、ラストゴチルゼルでいきましょう。お願いします。さあお相手先発、ウーラオスということで、テラスタル、テラバーストは打ちたくないかといってな、相手がスカーフ型だとここうかつなことできねえから、まあでもトンボ返り打とう。ってことは相手はスカーフじゃなさそうだね。さあ行けディアルガ。水流連打、急所に当たり散らかしていく。スカーフはメタモンかな。流星、あ、相手引っ込めた。何が出てくる？メタモンですか。そうですか。さあ相手もプレッシャー、流星、あ、強っ。そうか、メタモン HP 少ないからだな。ってなってくると、ディアルが割と雑でよくて、大地、なんだったら相手の攻撃こっち直帰で耐えるんじゃない。ラスターカノン引き読みかな。オッケー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 。じゃあ大地、大地打って、バドレックス繰り出してきて、さすがにバドレックスの方が足遅いんすよね。だからここトリックルーム張られそうな気はする。行けランドロス。
医学をぶっくり入れて、相手ここで照らしたる、まあラスターかの撃たれんの嫌がったのかな。水照らしたる、きついね水照らね。ヤドリギ、あーだる、ヤドリギだる、ヤドリギだるいな。トンボディアルガブリザードランス、オケ受けれてるけど、受けて受けれてるけどだな。賞味賞味受けれてるけど、まあ倒されること前提で動こうか。うん、オッケーオッケー。これ多分ランドロス出すよりゴチルゼル出した方が、いやでもゴチルゼルだと済むか。いやこれランドロスでいいんじゃないかな。ゴチルゼルで身代わりされるとマジ積むから、ランドロスで行くしかないんじゃないかな。要は甘えるといえば全然起点にできるんですけど、おバドレックス引っ込めてくれたっていうことは、ウーラオスを飛行テラバでぶちのめしてゴチルゼルにかけるしかなくなった。ゴチルゼルさんにちょっとかけるしかなくなった。もしかして飛行テラバーストで白馬バドレックス削ってノーマルテラバーストで倒せるかみたいな感じになった。もしかしてこれやべえやべえこのバトル、まあ、とりあえず飛行テラバーストで削れるところまで削りましょう。これで倒せちまえば一番楽じゃからな。さあ守り散らかしてくる。まあ様子見だろうね。とりあえず食べ残し、さあこれでどこまで削れるか。いけランドロス、お前の最大火力。ああ外した。待て待て待て、考えろ。ここ相手絶対守ってくるから。しゃぶねー、降参してくれた。結構ギリギリのバトルじゃったな。マッチングいたしました。相手がコライドン、ハバカミ、ヘイラッシャー、ガチグマ、パオの事案、そしてラストがオーガのパンということで、よろしくお願い申し上げるんですが、先発どうしよっかな。アシレーヌから出してコライドンだと嫌だなって感じではありますよね。逆にコライドンがテラスタルを切った場合、地面の一貫がかなりできるから、ガンテツ通しやすくはなるっちゃなるんじゃが、まあでもアシレーヌガンテツディアルガでいきますか。うん、お願いします。さあお相手先発パオジアンということで、あこれはいいんじゃないか、だいぶだいぶいいんじゃないか。さあここは当然ムーンフォース、パオジアン引っ込めてくるんだったらタスキじゃない可能性がある。そこちょっと頭に入れておかないといけないぞ。さあお相手ここでテラスを切る、はえー、ここでテラスを切る、電気テラしたる、なるほど、テラバースティング、うわー、電気テラしたるが立ってさ、ここ冬ってくっかな。アクアジェットで落としたいんですよね本当は。つぶて持ってる可能性はあるか。だったらアクアジェット打つのが、まあ結局のところ、まあでもどっちも一緒か、つぶてだったら。アンコールで縛っちゃうよん。アンコールで縛っちゃおうかな。いいね、アシレーヌ戻れ。さあ頑張れランドロス、威嚇で下げる、不意打ち通らない、アシレーヌに引いていく。ランドロス戻れ、アシレーヌ出していく、バオジアン引っ込めてくる。
いいね。さあ、ハバキャミを繰り出してくるということで、ハバキャミにはアクアジェットとりあえず打っちゃっていいんじゃないかな。はい、オッケーオッケー。ってなってくると、まあ、ここディアルガでいいんですわ。うん、多分パオジアン切ってこれで、あー切らないんだ。いや、これ良くないな、これ良くないわ、あんまり良くないんじゃないかなってちょっと思い始めてる今。ここで多分コライドン出てきて、あれ、ガッチンググマ、ガッチンググマですか。流星はあ、型、まあ、やっぱブラッドムーンか。あー、メタバ失敗すんのか。いや、もう流星打つしかないな、これ流星打つしかないな。そうか、メタルバースト打つと高校にならないからダメなんだ。ガチグマキラーになりえねえわ。まあしゃあないかな、ここ地震打って倒せなかったら嫌だから、飛行テラスタルテラバースト打って、で多分パオジアンは飛行テラバで倒せっから、このテラバでこのガチグマを倒せるかどうか頼む。オッケー、じゃああるぞ。で、相手がつぶてを持ってるかどうか、うん、そこだけじゃな。でもなんかつぶて持ってなさそうなんだよね。 HP1 のアシレーヌに対して不意打ちをしてたから、つぶて持ってないから、まあ今一つでも火力高いから寺場で倒せるでしょう。ピッピガチュー、オッケー、素晴らしい。まあいいんじゃないかな、そのディアルガを押し付けて最後ランドロスでお掃除するっていうやりたい立ち回りはできてるから、まあ構築自体はやっぱり悪くはないと思う。うん、対戦ありがとうございました。マッチングいたしました。相手がザシアン、カイリュウ、ガチグマ、ハバカミ、ウーラオス、そしてラストがヒードランということで、よろしく頼むぞ。まあ、基本的に相手にアシレーヌがむっちゃ刺さってるんで、アシレーヌを先発投げていき、ウラランドロスでラストディアルガでいきます。お願いします。さあ、お相手、ガチグマを繰り出してくる。ガチグマが瞑想型だと嫌です。はい、まあアリア、ここは初手歌方のファリアをぶっかましていっちゃおうかな。通っていく、はい、大ダメージ。相手は木の実、ブラッティストムーン強引ぶっぱかな。そうだね、これ次の真空波も耐えるし、歌方のアリアでよくないか。はい、余裕ぶっこき。で、ザシアン出して、ここなんですけど、剣舞撃たれる可能性あるんで、一応暗黒、草分けの可能性もあるけど、はい。おバカちゃんね、ダメよ、アシレールの前で剣舞なんて積んじゃねえ、せめて草分けだな。そりゃダメだ、あーダメダメダメ、それじゃあお話にならない。あ、ガイリーを繰り出してくる。さあ、アリアぶっこんで、ムーンフォースぶっこんで、あ、上からムーンフォー入っちゃうね。じゃあダメだ。で、ここ剣舞されんの負け筋だから、一応アンコールをしとく。剣舞が負け筋、巨獣山ね。オッケー。で、ランドロス出して威嚇をぶっくり入れてって、トンボでいいや。ここ強引に、ってか地震打たれてたらどうするつもりやった、お前。もしかして強引に剣舞押してる、ここ。やだな、剣舞押されてたら。
あ、巨獣山ね。オッケーオッケーオッケー。大地の力を押していく。一段階下がったザシアンなぞ。で、こう研磨押されんの怖いから、まあ研磨押してくるよね。そう、研磨押されんの怖いから、もうとにかくここは殴り優先。はい、大ダメージ。まあ第一でいいかな。耐えていく。じゃあダメ。おい、鋼タイプの恥さらしか、ザシアン。あ、ディアルガの方が強いんじゃないの、鋼タイプ伝説ポケモンでは。いけね。アシレーヌが頑張ったその活躍を忘れないでください。いかがだったでしょうか。黒馬マドリックス軸の構築の翡翠ヌメルゴンをディアルガに変えて、で、パーティー全体を回しやすくしたっていうことなんじゃが、それってパーティーパワー下がったんじゃないのって思う方も多数いると思うんじゃが、わしの中では逆に臨機応変に3体目の選出を変えることができるようになって、黒馬バドレックスを通していくより逆に回しやすいと感じました。まあシレーヌであったりゴチルゼルであったり、なんかその相手に合わせた3匹目、うん、それを自由に変えられる。どうしてもやっぱこの伝説ポケモンで全抜きを目指そうとか対面構築しようってなると、やっぱ結構こっちの選出も強引にならざるを得ない場面っていうのはあるんじゃが、ディアルガとランドロスはどんな相手にもとりあえず投げられる2体なんじゃな。で、相手に合わせて3体目を選ぶことができるので、どっちかっていうと確かに全抜き性能とかは全然ないに等しいんじゃが、柔軟にポケモンバトルをしていくっていう、そっちの考えにねシフトできるようになったんで、意外と回しやすくてわしは楽しかったぞ。なのでね、この動画を見て通常ディアルガ面白そうだなと思った方はぜひ育成して対戦で使ってみてはいかがでしょうか。ということで、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。みんなもポケモンゲットじゃぞ。ピッピカチュー。オリジンディアルガより強いよ。